ちは、むしゃリサーチです。本日のテーマは、金運本位制から管理通貨制へ、そして市場本位制へ、金融政策安堵感が株価を押し上げるになります。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。現在の市場の焦点は、長期超金融緩和の終焉か、異常な金融緩和がもたらした株高半減の終わりなのか、むしゃリサーチの考えを整理してください。はい、昨年年末以降、株価は大波乱の、新年を迎えているわけですね。で、これだけ株価が大きく、波乱をした、その、性格をどう見るか、将来をどう見るかということに関して、大きく2つのですね、見方に分かれると思うんです。1つは、むしゃリサーチはかねてから主張しているように、この株価下落は基本的には市場内部要因によるもので、経済のファンダメンタルズに直接、原因があるわけではないんだと。だからこの株価下落は一時的で、経済の持続的拡大もまだ続くんだと、これがむしゃリサーチの立場なんですね。しかし、かなりの人々は、そうは考えずに、この株価下落はやはり大きな潮目の転換なんだと、これから先別の世界がやってくるんだ、警戒をしなければいけないという論調が非常に多いわけですね。その最も中心的な見方というのは、そもそも今までの株価上昇やあるいは経済の拡大が異常だったんだと。だからその異常なですね、言ってみれば禁じ手による経済拡大や株高はいずれ終わる、それが今その時を迎えたんだっていう見方なんですね。それはなぜ異常かというと、今まで誰もがしてこなかった、極めて、異常というよりはかつてない金融緩和をやったわけですね。量的金融緩和です。中央銀行がバランスシートを、3倍4倍5倍とですね、膨らませて、力ずくで、国債を買ったり、あるいは住宅ローン債券を買って市場の価格を押し上げたというようなこともやったわけですね。これは錬金術だと、そんな錬金術は、これは正当ではないし、いずれ爆薬を表すんだと、今その時が来たんだ、こういう議論なんですね。一見ですね、今の株価下落というのを見ると、やはりその非常にですね、従来になかった乱高下をしたりしてますから、人々がそう思うというのは無理もないことというふうにも思われますけれども、しかし、かねてから説明しているように、ファンダメンタルズを分析すれば、景気拡大が終わるとか、あるいは株価が異常な割高さがあって、当然のこととしてバブルが崩壊するんだとかいうようなことが近い将来起きようもないということも、またこれ明らかなんです。ということは、いよいよこの世の終わりだと言わんばかりの議論がですね、大きな、私は誤解に満ちた議論であるということをここではっきりさせておく必要があると思うんですね。なぜそうなのかと、はっきり言ってですね、中央銀行の金融政策が変わると、それによって全てが転換するというんですけど、仮にリセッションがやってくるとか、あるいはバブルが崩壊するということがあるんだとすれば、何も金融引き締めを続ける必要はないし、量的に金融緩和をですね、再びかなりの規模で拡大すればいいだけの話なんですね。つまり今の経済情勢の大きな特徴は、量的金融緩和を持続させることを、の障害となるような事柄は何も起こってないんですね。なぜそれが起こってないかというと、インフレが起きてないからです。これまでの経済拡大の、最後のですね、いわば経済拡大の最後のとどめを刺したのは、これはもう全部インフレなんですね。インフレが高まって、インフレを抑えるために金融引き締めをして、それが景気拡大を終わらせてるんですね。で、今回はそのようなインフレが全くないということからすれば、何も利上げの必要もないし、場合によってはさらに利下げをすることもできるし、それによって景気拡大やあるいは株価上昇を持続させるっていう手は十分にあるわけです。このところがですね、今悲観的にものを見ている人々が、
まあ、完全に見落としている事柄だと思うんですね。こちらにありますのは、まあ、1980年代以降の名目経済成長率、この青い線、それと10年国債利回り長期金利、赤い線、それからこの緑の、まあ、政策金利 FF 金利の推移を示したものですが、かつてリセッションになったり株価が暴落をする局面で必ず起こったのは、短期金利が急激に上がって、この急激に上がった短期金利が、まあ、長期金利以上に上がって、その結果、まあ、非常に大きな景気の悪化をもたらしたと、この、まあ、谷ですよね、まあ、これが過去の景気、まあ、リセッションなんですね。でそれに対して現在はと見ると、名目経済成長率が、まあ、6% 近くあり、それに対して短期金利が上がったといい、まだ 2% ちょっと、長期金利は 3%、まあ、前後ですから、まだまだ経済実態に対して金利水準は低くて、かつてのようにですね、まあ、経済が大きく、まあ、下落をする場面の直前に起こった金利上昇というようなレベルにないことは明らかですよね。まあ、このように考えると、今のですね、株価下落は決して、まあ、金融引き締めが引き起こす景気後退をあらかじめ予見しているというようなものではないというようなことは、まあ、全く、まあ、ないことというようなことでないことは全く明らかだと思いますね。そのような主張は昨年末の株価暴落と年初のリバウンドの過程でも変わっていませんか？はい、変わらないというよりは、むしろこれまでの一連の動きは無者利差の主張をむしろ、まあ、サポートする展開になっていると思うんですね。まあ、言うまでもなく、クリスマスの日に大暴落をして、ここで王族をつけて、その後、まあ、かなり鋭角的なリバウンドが昨年の年末から今年の、まあ、前半にかけて、今月の前半にかけて続いてます。そしてですね、そのような流れの中で、世の中の論調というのは、まあ、大きく変わってきてますね。特に注目すべきなのはですね、まあ、ウォール・ストリート・ジャーナルの論調が、まあ、金融緩和一辺倒であるということなんですね。でウォール・ストリート・ジャーナルというのはもともと、まあ、量的金融緩和に批判的で、それはモラルハザードだというようなことを言ってきた、まあ、メディアなんです。しかしウォール・ストリート・ジャーナルがこの間主張しているのは、まあ、2月18日にはですね、FRB は利上げを停止するべきだという社説を書き、そして2月20日に12月20日にはパウエル議長が利上げにもっと、ま、市場はこの慣れるべきだというふうに言ったけど、マーケットはそれに対して反旗を翻したんだという、まあ、社説を書き、そしてまた新年に入ってからはですね、まあ、中央銀行は、アメリカの、まあ、株式市場のメッセージ、これを最も重視すべきなんだと、つまり株式市場にフレンドリーな政策を、まあ、取るべきなんだという、まあ、元 CEA 委員長の、まあ、ラジア博士のですね、まあ、論文を寄稿、まあ、掲載したり、それから、その後は FRB はさまざまな多様な、まあ、金融政策を、まあ、金融緩和政策、マーケットを支える政策を検討しているというような報道をしたり、あるいは、まあ、直近では FRB は、まあ、どんな政策を取るかというよりは、FRB の、まあ、政策が市場に対してどのように受け止められるかということが大事なんだというようなことを言ってるんですね。まあ、このように、いろんなことを、まあ、主張してるんですけど、これは一言で言ってしまえば何のことはない。ウォール・ストリート・ジャーナルはですね、まあ、口を極めて、とにかく株価に優しい金融政策を打ちなさいと、何でもできるんですよと、まあ、こういうふうに言ってるということが、まあ、言ってみれば、まあ、ポイントなんですよね。つまり今まで量的金融緩和を、まあ、かなり批判していたウォール・ストリート・ジャーナルが、とにかく金融政策はどんな手を使ってでも株価を、まあ、守りなさいと、まあ、こういう議論なんですね。まあ、こういう議論ということが出てくるということは、やっぱりアメリカの中央銀行がやはり株式の守護神であるというようにですね、多くの人々が思い、そしてまたそれを正当化する環境があるということなんですね。で、このようなことを、まあ、これは、まあ、錬金術なんだと、バブルを促進する政策なんだと、
不健康なんだというように今まで、まあ、言ってきた人々がいたとすれば、今アメリカの市場で展開され、ウォールストリートジャーナルが主張し、そしてアメリカの中央銀行が動いていく方向っていうのは、ますますそういう、まあ、言ってみればバブルを是認するような方向に動いていると、まあ、こういうことなんですよね。市岡さんが面白いというか怖いグラフを作成されています。今の株価が野放図のベースマネー供給に基づくもので、不健康、いずれ報いが来るという主張を正当化しているように見受けられますが。はい、まあ、先月ですね、こちらのコーナーにも お参加いただいた市岡茂雄さんが、またまたたくさんいろいろなグラフを作っていただいてまして、まあ、市岡さんのグラフの中で特に面白いというか怖いグラフが、まあ、あるんですね。これは2つ、この2つです。この上にありますのはですね、アメリカの株価、下が日本の株価なんですけれども、この株価とともにあるこの赤の線が中央銀行のですね、まあ、ベースマネーで割った株価なんですね。でこちらも中央銀行のベースマネーで割った株価なんです。一体これが何を意味しているかということなんですけれども、2009年の量的金融緩和まではですね、このように株価と中央銀行のベースマネーが連動してたんですね。ということは株価はベースマネーに関係なく動いてたんです。ところが量的金融緩和が始まって何が起こったかというと、このように株価はどんどん上がってるんですけど、ベースマネーとの比率で見た株価は横ばいなんですね。まあ、言葉を変えて言えば、この株価上昇はアメリカの中央銀行が量的金融緩和でどんどんマネーを増やして、ベースマネーを増やした結果株価が上がってるんだと。つまり経済実態によって株価が上がってるんじゃなくて、ただひたすら中央銀行の金融緩和のためだけによって株が上がってるんだと、まあこういう見方ですね。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、三橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生、他たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。